上左。よいしょ。ちょっと右に押し出し組ですが、マウンドが坂になっているのでフレンドリーバウンドでフェアウェイまで戻ってくるかもしれません。低い球で、フェアウェイ左です。カレン選手打てるところからドライバーワンクラブ、近づかないところでドロップです。残り200以上だと思います。お、ナイスショット。ちょっと左に行きましたがどうでしょうか。神田選手160上り、170弱打たないと届きません。ピン左に向かってナイスショットです。ナイスオン。笹原選手のボールは左にフレンドリーバウンドで戻ってきております。距離は同じく160。今日、ピンに向かって筋ってドローがかかって飛んでいってます。ちょっとショート。笹原選手少々ショットしてしまいました。10ヤード。落としどころはエッジから1メートル半から2メートルぐらいでしょうか。2メートルにビシッと落とし、ナイスアプローチでした。ナイスアプローチ。有本選手、伊藤選手はグリーンピンから左上約7メートルにつけております。伊藤選手から下りのスライスライン、かなり曲がりラインです。曲がり具合を読み切れるか。思ったよりも曲がりませんでした。お先します。ナイスパー。張本選手は伊藤選手と全く同じラインです。曲がらないの、あまり曲がらないのを見ていました。打ち切れるか、いい感じです。いい感じ、いい感じ。おー、ナイスバーディー。今のはナイスだったね。なかなか入らないよ、右ドック14番パー5、第3打をいかに自分の距離に残して難しいグリーンに対する距離感を保てるかというホールです。さあ有本選手、んよいしょ。フェアウェイの真ん中、ナイスショットです。木には絡んでおらず2打目は邪魔になりそうもありません。さあ伊藤選手、張本選手よりもカレン選手よりも右につけたい。ちょっと右に行ってますがまた傾斜がにうまく当たりフェアウェイど真ん中まで戻ってきました。ナイスショット。笹原由美選手、これはナイスショット。フェアウェイど真ん中です。ナイスショット。有本選手、右に見える松の木の左10ヤードぐらいがベストポジコースです。
ちょっと右目ですが問題ないと思います。よいしょ。笹野選手、前方に見える茶色い木の右エッジぐらいでしょうか。これも問題なくナイスショットです。伊藤選手のライブも前方に見える茶色い木の右エッジ、ナイスショット。このパー5、グリーンが非常に難しいグリーンになっています。ということで2打目のプレースメント、いかに3打目をいいところにつけるかというのが課題になってきますが、サハン選手残り何ヤード？90ヤード。90ヤード絶好の位置につけております。ここは絶対にバーディーを取りたいところ。ピンに向かって筋って飛んでます。おー、ナイスショー。ファイソード、ナイスショー。さあ、カンナ選手も同じく90ヤード。さあ、バンカーからきっちりとボールを捉えることができるか。綺麗に捉えたらちょっとトップ気味か、大きいような気がしますが、グリーン右奥にオンですが、パッドが大変なことになってます。有本カレン選手、2打目のプレースメントがイマイチでした。ちょっとオーバーしてしまい、左足下がりの難しいアプローチ、約60ヤード程度でしょうか。さあ、うまく寄せることができるか。ナイスショー、バーディーチャンスにつけました。さあ、伊藤環奈選手、難しいところにつけてしまいました。右奥、かなり傾斜もきつく、ライン的には難しいところです。フックラインでしょうか。さあ、環奈選手しのげるか。お、タッチがいい。お、止まれ止まれ。まあ、あそこからであればまあまあのタッチだったと思います。環奈選手、返しのパットは上りのスライス、現在2位タイ。選手1本バーディーになるか、これからどこのバーディーラッシュが始まるか。まだアメリカに向けてのチャンスは残っています。ナイスバーディー。ナイスバーディー。さあ、栗本選手、連続バーディーできております。見事なサードショットでした。フェアウェイ左、よいしょ。さあ、もう一つバーディーが欲しいところ。現在フューチャーズトーナメントポイントランキング第3位。よいしょ。よいしょ。残り150ヤード、ちょい残ってます。ドローがかかってピンに向かって飛んでいます。
お、バウンドも左に行って大きい。ナイスオン。さあ伊藤かな選手、約135ヤード。ピンの右、ピンハイあたりにナイスオンです。お、筋ってます、筋ってる。おー、ナイスショット、ナイスオン。ちょっとでかい、カンナ選手ちゃんと直しております。ディポット直しております。なんと3人ともバーディーチャンスにつけております。3人とも入れて優勝争いに加わってほしいです。まずは伊藤カンナ選手、どのぐらいフックでしょうか、読み切れることができるか。どうか、惜しい。ナイスパー。さあカレン選手、3連続バーディーになるか、下りでかなり曲がりそうです。読み切ることができるか。カンナ選手の曲がり具合は見ていました。ナイスバーディー、3連続バーディー、素晴らしい。さあ笹原選手も大事なパットです。ポイントランキング3位を維持するためにもぜひここは入れたいところです。ナイスバーディー、ナイスバーディー。